まばゆい輝きを放つダイヤモンドに魅了される人は後を絶ちません。中でも不純物が少なく質量の大きなダイヤモンドは特に人気。多くの著名人たちは皆魅了されダイヤモンドを収集しています。アメリカのスミソニアン博物館には多くの人を魅了した歴史的ダイヤモンドがあります。それがこのホープダイヤモンド。 45.52 カラットの美しいこのダイヤモンドは推定300億円と言われています。しかもこのダイヤ、紫外線を当てると1分以上にわたって赤く発光するのです。紫外線を当てられて発光するダイヤモンドは珍しくないですが、赤くさらに1分以上も光り続けるというのは極めて珍しく、現在その原理は解明されていません。これほどのダイヤは滅多にないことから、歴史上の名士たちもホープダイヤモンドを手に入れるため奮闘しました。しかしこのダイヤモンド、持ち主の人生を破滅させるという噂がまことしやかに語り継がれる呪いの宝石なのです。最初の犠牲者はダイヤを発見した農夫。9世紀、農夫がインドのデカン高原の川でホープダイヤモンドを発見。しかしペルシャ軍に襲われ、ダイヤを持った腕ごと切り落とされてダイヤを強奪されてしまった。ここから17世紀までホープダイヤモンドの行方は不明に。次の犠牲者は探検家で宝石商でもあるジャン・パティスト・ダベルニエ。1660年、彼はインドを旅していた時にある寺院を訪れます。そこでラマシータの女神像の額に輝く青い宝石に魅了され、あろうことか宝石だけを盗み取ってしまったのです。この宝石がホープダイヤモンドでした。ダベルニエはフランスの王のルイ14世にダイヤを売却。その後ロシアでの探索中に狼に襲われ無残な最後を迎えました。そして次に犠牲者となったのがなんとフランス王家。ルイ14世はホープダイヤモンドを気に入り、フランスの青と呼ばれ儀典用スカーフにつけられます。ルイ14世の子供たちはほとんど幼い時期に死を迎え、孫であるブルゴーニュ公ルイも天然痘で29歳の若さで亡くなります。そしてルイ14世も病死で亡くなります。そしてフランス革命で有名なマリー・アントワネットもその犠牲者の一人。ルイ16世は妃であるマリー・アントワネットにホープダイヤを与えた。ご存知の通り1787年から始まるフランス革命によってギロチンによる斬首刑に処された彼女。贅沢好きのマリー・アントワネットはホープダイヤモンドを好んで身につけていたと言われています。ちなみにマリー・アントワネットと仲の良かったランバル公妃はダイヤをたびたび借りていたそうです。そんなランバル公妃もフランス革命で斬殺されています。その後ホープダイヤモンドはフランス革命の混乱期に窃盗団に盗まれ、オランダ、イギリスと転々としました。オランダの彫金師が所有していた際には息子にダイヤを盗まれた挙句、彫金師と息子は死亡したといいます。19世紀に入りイギリスの大銀行家であるヘンリー・ホープがオークションでホープダイヤを落札。ホープダイヤは彼の名前から付けられました。そしてなんとホープがダイヤの所有者となってから経営する銀行の業績はみるみるうちに落ち込みます。ホープの死後には銀行が倒産するという悲劇に見舞われます。ホープダイヤモンドが起こす負の連鎖は止まることなく、所有者たちをことごとく不幸へと導いていったのです。以降もダイヤの所有者は転々と変わり、オスマン帝国の王室にダイヤが渡った際には直後の革命によって王室は没落、アメリカ・ワシントンの富豪マクリーン夫人の手に渡った際には9歳の子供が車にはねられ死亡し、娘も睡眠薬で自殺、夫はアルコール依存症となる不幸を負います。そしてマクリーン夫人自身も心を病みながら亡くなります。そしてマクリーン夫人死後後の1949年に宝石商のハリー・ウィンストンに買い取られます。そう、憧れの結婚指輪で有名なあのハリー・ウィンストン。この時にホープダイヤモンドは映画の小道具にも使用されます。その映画が紳士は金髪がお好き。映画の中でホープダイヤモンドを身につけたマリリン・モンローはくしくも映画公開から9年後の1962年に謎の死を遂げます。36歳の早すぎる死。ダイヤの呪いは才能あふれる女優にも及びました。ハリー・ウィンストンは数年ほどホープダイヤモンドを所有した後、1978年にこのスミソニアン博物館へ寄贈という形で手放しました。以降呪いの連鎖はピタリと止まり、終止符を打ったように思われたのですが、時を経た2010年、ハリー・ウィンストンはホープダイヤモンドをニューヨーク5番街にあるハリー・ウィンストン本店にて特別展示。この歴史的なイベントにはハリウッド女優ハルベリーやスーパーモデルのヒラリー・ローダなど
多数のセレブリティも訪れました。このイベントがホープダイヤモンドの逆鱗に触れたのか、最高級宝飾ブランドであるハリー・ウィンストンはスイスのスウォッチグループに買収されました。その際、ハリー・ウィンストン自身は呪いの噂を笑い飛ばしていたといいますが、数々の逸話を持つホープダイヤモンド、このダイヤがこれほどまでに輝いている理由、それはその魅力に引きつけられた人々のエネルギーを吸収し続けてきたからなのかもしれません。